この動画を視聴して皆さんが得られるものは、カメラの面白さを理解できる、カメラの仕組みがわかる、背景ボケの作り方がわかる、手ぶれせずに撮影できるようになる、センスよく見える撮り方がわかる、なぜみんながレンズ沼に落ちていくのかがわかる、といった、こういったことがわかるようになっていきます。こんにちは、トニーです。今日は皆さんにカメラを極めてもらおうと思います。趣味でカメラを始めてみようと思って買ったけども、結局その面白さが分からなくて使わなくなってしまっただとか、設定が難しくて結局カメラにあるオートで撮影をしてしまっているっていう方々かなり多いんじゃないかなと思うんですけども、それはかなりもったいないので、この動画ではカメラを持っていない初心者の方々はもちろんのこと、カメラを今まで買って使っているけども、そのカメラの面白さっていうところまでたどり着けなかった方々、そういった方々にぜひとも見てほしい内容になっています。僕がそうだったんですけども、カメラにはまるとこう人生がめちゃくちゃ豊かになっていくんですよね。なんか豊かになっていくような気持ちになっていくんですよ。例えばその辺の道を歩いているだけでも美しいものを探したりっていうことをやっちゃうんですよね。そういう感じでこうカメラって理解できると、もう一生かけての趣味になるぐらい本当に面白いものなので、ぜひともこの動画を見てカメラにはまっていただきたいなと思います。カメラで撮影できるものっていうのは写真と動画っていうものがあると思うんですけども、今回の動画では写真を解説していく動画になっています。ただ今回撮影する内容というのが写真だけではなくて、動画を撮影するっていうことに対するその下地の部分、基礎の部分っていうのも含んだ内容になってますので、僕は映像とか動画の撮影もするんですけども、本当はその動画の撮影っていうものをもう皆さんにお伝えしたいっていう、このトニラボのチャンネルっていうのは、そのアフターエフェクツだとかもそうですけども、映像動画っていうものを皆さんに使えるようになってほしいっていうところで知識をご提供してるんですけども、なぜこの動画で動画撮影を教えないのかっていうと、最低限基礎の知識がないと動画の撮影ってできないんですよ。本当はいきなり動画の話をしたいんです、僕も。なんですけど、今から今回の動画で話す内容っていうのがその動画を撮影するための下地になるので、それを理解していない状態だとちょっと動画の話もできないっていうところもあったので、まずは写真っていうところで基礎を学んでいただくっていうのを、そういった動画を作ろうと思っています。この後動画撮影を極めましょうっていう動画も出していこうと思いますので、チャンネル登録をして待っていていただければなと思います。一応僕のカメラ歴を簡単に説明しておくと、だいたいカメラを使い始めて2年半ぐらいっていう結構浅いカメラ歴なんですね。このカメラ歴2年半っていうかなり浅い歴なんですけども、その中でかなり濃い経験をたくさんしておりまして、ここ1年半ぐらいはもうお仕事で映像撮影をしています。そこに至るまでの間にいろんな方々、例えばカメラ系の YouTuber の方々だとか、今回の動画の中で解説していく中でちょっとご紹介させていただく方がスクピーさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方にいろいろ教えていただいたりっていうこともあったので、そういったコスパのいい学びっていうのがたくさんあったので、それを今回皆さんにお伝えしていこうかなと思っています。今回撮影している、今皆さんがこれを見ているカメラはソニーの ZV-1 という Vlog カムのカメラですね。と、皆さんにこう解説していくカメラはソニーの α7-3 というフルサイズミラーレスのカメラになっています。このフルサイズとかミラーレスっていう言葉はちょっと難しいので覚えなくていいです。これから皆さんがちゃんとしたカメラ買おうと思ったらミラーレスのカメラを買っておけばまず間違いないですし、フルサイズっていうのもちょっと今回の動画で触れるとちょっと長くなってしまうので、簡単に言ってしまうとたくさんボケるようになるカメラっていう風なイメージでいてもらえればいいと思います。はい、ではちょっと前置きが長くなってしまったんですけども、早速行ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速スライドの内容に入っていこうと思います。今回のタイトルは世界一簡単にカメラを理解できる動画ということで、トニー太田がお送りさせていただきます。はい、この動画を視聴して皆さんが得られるものは、カメラの面白さを理解できる、カメラの仕組みがわかる、背景ボケの作り方がわかる、手ぶれせずに撮影できるようになる、センスよく見える撮り方がわかる、なぜみんながレンズ沼に落ちていくのかがわかる、といった、こういったことがわかるようになっていきます。はい、それでは今回の動画の流れになります。まずちゃんとしたカメラで撮ると何ができるのか、例えばスマホとかでできないことって何なのっていう、そういった何ができるのかっていうのを具体的に説明していきます。次に
本体側で制御する設定初級編ということで、ボケとブレを極めようっていうサブタイトルなんですけども、カメラで設定できるものっていうのはこの2番と3番、レンズの種類と画角について初級編という話もそうなんですが、レンズ側で設定されるものと本体側で設定するものっていうのがあるんですけども、この2つを組み合わせて思い通りの写真だとか動画を撮れるようになりましょうっていうのがメインの話になっていきます。最後に4番、おまけということで、センスよく見える構図のお話をしていこうと思います。これ知ってるだけでいい感じになる上に、この動画だと多分2分とか3分とかで終わる話なので、この 2,3,4 を組み合わせていい感じの写真だとか動画っていうのを撮影していただければなと思います。はい、それでは早速入っていきます。ちゃんとしたカメラで撮ると何ができるのっていうことで説明をしていきます。まずボケの制御ができるという話から入っていくんですけども、まずここで基本的な用語の話をしていこうと思います。背景と被写体という言葉があります。例えばこれ今左側のものなんですけども、背景と被写体ということで、被写体ってこの像のことなんですけど、この像が今回焦点を合わせている被写体、そして背景っていうのはそれ以外のものっていうものなんですけども、今回はボケの制御ということで、被写体をちゃんとくっきり写して、被写体以外のもの、今回で言うと後ろ側背景が大きくボケているっていうものになります。今回左の写真と右の写真では背景がボケているかどうかっていうのが大きな違いですよね。例えば右の写真だと、何が被写体なのか分かりにくい、ど真ん中にあるのでこの像が被写体なんだろうなって思いながらも、背景にこういったなんか汚いブロック塀があったりだとか、背景が草木が生えてるのは構わないけども、汚いブロック塀が見えてるだとかっていうのは絵としてあんまり良くないじゃないですか。なので背景を大きくぼかして、このいい感じの写真にしちゃおうみたいな、そういった作画意図っていうのが反映できるっていうのがボケのいいところだったりします。この被写体を浮き出て見させる、その背景がボケてるといい感じになるっていうのはもちろんそうなんですが、浮き立たせて見せる、何に集中させるべきなのかっていうのを明確にすることで絵作りっていうものができますよっていうのがボケのいいところですよね。そういったボケを制御できるっていうのがカメラの魅力になっています。はい、2番、次はブレの制御ができるということなんですけども、この左の人と右の人、ジャンプをして空中に浮かんでいる写真なんですけど、両方とも左の人はピタッと止まっている、そして右の人はこうジャンプしているのがめちゃめちゃにブレているっていうような、そういう感じです。このどれぐらいブレを反映させることができるのかっていうのが、ちゃんとしたカメラだと制御することが可能です。例えばすごいスピード感のある写真を撮りたいって思った時に、物がこうやってちょっとブレていたりすることで、例えばこの右の写真の人の右手、この物を持ってる手なんですけども、ちょっとスピード感ありますよね。この動いてる感があったりだとか、例えばボクサーがパンチをした瞬間を写真撮ったりして、このパンチにスピード感を見せるみたいな、そういった時に使われるのがこういったブレっていうものを見せることでスピード感を表現したりすることができますし、もしくは例えば左側のこのピタッと空中で止めたりしたいっていうのは、その陸上選手がハードルをジャンプして越えるみたいな、その越えた瞬間っていうのを全くブレなく止めている写真見たことが皆さんあると思うんですけども、そういった全くブレがない写真っていうのを意図的に作り出すことができます。あとはペットボトルから水をブワッとこう空中に振りまいて、その振りまいた瞬間を撮影して、空中に雫がピタッと止まっている状態を作ったりですね、そういったブレがあるブレがないっていう、そういったものを制御することができるっていうのが2つ目ですね。3つ目です。撮影する広さの制御ができる。例えばこの写真、3つ写真あるんですけども、全て同じ位置から撮影しています。これ後でそのレンズの種類で説明するんですが、ズームレンズというものを使っていて、こうやって狭く写真を撮るのか、こう望遠状態ですね、望遠状態で狭く写真を撮るのか、もっと広い視野を持って撮影するのかっていうのが使い分けることができます。これ近づいて撮っているわけではなくて、同じ位置から撮影しているっていうのがポイントですね。同じところから撮影していても、撮影する広さっていうものを制御するっていうことが可能です。はい、それでは次なんですけども、立体感の制御ができる。これもさっきのレンズの使い方なんですけども、例えば今この写真、2枚の写真は同じ画角で撮影をしていたとして、人の顔っていうのが同じ比率で入るようになっているんですね。ですけどもこの2つの顔って全然違って見えるじゃないですか。立体感が強い左の写真と立体感が薄い右の写真っていう風に、そういった対比になっているんですが、例えばスマートフォンとかで自分を撮影すると、左側みたいな立体感の強い
その写真になってしまって結構ブサイクになってしまうっていうのが一つ問題としてあると思うんですよね。人間を撮るときにこう立体感強く撮るとあんまり良くならない。逆にこの立体感が薄い右側の写真っていうこういう撮り方っていうのは、例えば雑誌とかでモデルさんを撮ったりするときに、街角スナップみたいな形でそのモデルさんを撮影したりするときによく使われるような撮り方ですよね。いい感じになるんですよね、この人を撮ったりした時に。なので例えば女性を撮影する時に広角のレンズを絶対使わないっていうのは写真だとか動画を撮る時の絶対的なルールなんですけど、何かしら その作画意図があったりだとかモデルさんの顔に近づかないのであれば全然問題ないんですけど、広角レンズで寄ってしまうとこうやって立体感が強くなってしまってブサイクになってしまうっていうのが一つ問題なので、レンズの種類によってブサイクなのかイケメンなのか美女なのかっていうそういった取り分け方ができるので、そういった制御をすることができますと。そういったとこもカメラの魅力になっています。でここで言うちゃんとしたカメラって今僕は表現したんですけども、ちゃんとしたカメラとそうじゃないカメラの違いって何なのかというと、例えばミラーレス一眼カメラだとか一眼レフカメラ、そしてコンパクトデジタルカメラっていう、そのもうまさにカメラっていうやつですね。このあたりはちゃんとしたカメラに該当します。もう一つが今回の解説に該当しないカメラっていうのが、例えばアクションカメラ、 GoPro とかですね、 GoPro とかのアクションカメラだとかスマートフォンのカメラとか映るんですっていうようなカメラですね。そういったもの、 あとはドローンとかドローンで撮影されているようなそういったドローンカメラもちょっと今回の解説には該当しないカメラになってしまいます。でその違いって何なのかっていうと、設定を細かく変更できるのか、それとも設定をほとんど変更できないのかっていう、そういった話になってきます。一応この中でもちょっとスマートフォンのカメラっていうのは設定をある程度変更するようなアプリがあったりだとか、標準機能のカメラにプロモードっていうのがあったりするので、そのプロモードを使うことである程度の制御ができるようになるはなるんですけども、根本的な部分でほとんど設定が変更できないんですよね。例えば上の方のカメラだと、設定できる割合が10だとして10割変更できますってなった時に、スマートフォンのカメラでは多分3割とか 1.4 割とかだと思うんですよね、変更できる部分っていうのが。なのでちょっとそのスマートフォンのカメラでは相当低いところに限界があったりするので、ちょっと今回の説明にはあまり該当しないのかなっていうふうに思ったりします。それではカメラを制御していくっていうところに入っていくんですけども、カメラの本体側で制御するものと、レンズ側で制御するものっていうのがあったりするので、その説明をしていきます。その前に皆さんに覚えておいてほしい言葉があるので、ここでちょっと覚えておいてもらおうと思います。これはカメラを扱う上で必ず覚えておかないといけない言葉なので、ここで覚えておいてください。まず露出という言葉があります。これは明るさという意味ですね。明るさ単体で言うとちょっと広い意味になるんですけども、露出というのは例えば写真だったら写真全体の明るさっていうことになります。写真全体とか動画の画面としての明るさみたいな、そういったものになります。なのでその特定の部分が明るいっていうのを指す言葉ではないですね。写真としての明るさ、画面としての明るさみたいな、そういうイメージです。で、適正露出という言葉があります。今回覚えてほしいのはこの適正露出という言葉ですね。この適正露出というのが写真としてちょうどいい明るさっていうのを適正露出と呼びます。これはこの後出てくる言葉なので覚えておいてください。それではカメラ本体側の制御するためのカメラのモードというのがあるんですけども、カメラ触ったことない方はこのどれもちょっと意味がわからないと思うんですが、カメラを買ったことがある人は多分オートとマニュアルはわかると思うんですよね。ちなみにオートというのは全てをカメラ任せにして撮ってしまおうっていう撮り方、そしてマニュアルっていうのは全部自分で設定して撮っちゃおうっていう、そういう撮り方です。こういったモードがあります。で、この間にある例えば A とか S とか P っていうのは一部自分で設定したいものがあります、あとはカメラ任せにしますみたいなモードがこの A とか S とか P ですね。今回は A、S、P、オートに関しては一切話をせずに、このマニュアルモードのみの解説をしていきます。なぜならば今回このマニュアルっていうものを理解することができれば他のモードが全て理解できるからなんですね。なので今回はこのマニュアルモードを皆さんに理解していただこうと思います。はい、それでは本体で設定することができる3つの要素というのがあります。初級編ではこの3つの要素だけ覚えれば OK です。今回この3つの要素の例えば絞りとかシャッタースピードとか ISO 感度って今言葉が出てるんですけども、これは一旦言葉だけ覚えてください。仕組みは後で説明するので言葉だけ一旦覚えてください。ボケを制御するっていうのは結構シンプルで、このボケを大きくしたり小さくしたりしたければ絞りを大きくしたり小さくしたりすれば OK です。で、ブレ
このどれだけブレを制御するのかっていうのは、このシャッタースピードの値を大きくするのか小さくするのかっていうので制御することができます。そして ISO 感度というのは画質を制御するみたいな、そういうイメージですね。ここまで覚えてもらえればまずは大丈夫です。で、制御対象とその設定とそもそもどういう仕組みなんっていう、そういう話をしていきます。はい、というわけでボケ、ブレ、画質をそれぞれいじるための絞り、シャッタースピード、 ISO について、カメラのどういった部分を制御しているのかっていうところを簡単に説明していきます。まずはボケ、絞りっていう話なんですけども、絞りってそもそも何なんっていう話なんですけど、これはですね、物理的に光量を絞るっていう、そういう意味合いになります。今カメラのレンズの中を見てみましょう。すると空洞が広がってますよね。これが今絞りを全開放、開放した状態、一番大きく開いている状態です。ただこれを絞っていくと、どん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 こうやって小さくなるの分かりますかね。これが絞りをどんどん絞っていった状態です。これでも撮影できてます。はい、これ何なのかというと、今見ていただいた通り物理的に光量を絞るっていうことをしたんですけども、これはですね、光を取り込む面積っていうのが大きく影響しています。ちょっと若い方はね、分かんないかもしれないんですけど、テレホンカードっていうものが昔ありまして、今もあるんですけど、そのテレホンカードって使うとそのパンチの穴が開いていくんですよ。いくら使いましたっていう、そういうのが分かるようにカードに物理的に穴が開いていくんですけど、ちっちゃい穴がですね、そのカードに開いている穴を覗いてみると、あの視力が悪かった人がなんかちゃんと見えたりするんですよ。なんでなのかっていうと、その焦点がちゃんと目の焦点が合ってない状態、目が悪くなって目の焦点が合っていない状態っていうのを小さい穴にすることで、そのボケる割合が減るっていうことなんですよね。それと同じことが起きていて、テレホンカードの穴を覗いた状態の時の効果っていうのが、今の絞りをどんどん絞っていって一番絞った状態にしたじゃないですか。その状態ってそのボケが少なくなるんですよ。逆にこの絞らずにどんどん開けていって開放にしていく、これあのマックスまで開けることを開放って言うんですけど、この開放まで開いてあげるとたくさんボケるようになるっていう、そういう仕組みです。次にブレ、ブレを制御するためにはシャッタースピードというのがあります。シャッタースピードの話をする前に、カメラの仕組みについて簡単に説明していきます。カメラの仕組みを一言で言うと、一時的にシャッターを開いて、開いている間に取り込んだ光を写真として保存しますっていう、そういう技術なんですよね。このシャッターをどれぐらいの時間開けているのか、一瞬だけパッと開いたら、そのパッと開いた瞬間だけの映像なので、切り取られたようなブレが少ない写真になる。逆にパッパッっていうぐらい そのちょっと長めの時間開いていた場合っていうのは、その開いている時間ずっと記録し続けるので、こう例えば手で持っていたりすると、 手でどうしても手ブレが発生しちゃうじゃないですか。なのでたくさん長い時間シャッターを開けていると、その開けている時間の間ずっと記録し続けるので、ブレが大きくなりますよっていう、そういうお話です。はい、ここまでで、ブレとボケを制御するための絞りとシャッタースピードというのは、カメラの物理的な機構を利用して、そのボケだとかブレを大きくしたり小さくしたりっていうのを制御しているっていうのは分かったと思います。ただですね、ここまでの話で、例えば今の話なんですけど、ボケをどんどん小さくするためには、この絞りをどんどん絞っていって小さくしていかないといけないですよね。そうするとボケも小さくなる、そういう話だったと思います。なんですけども、こうやってこの絞りをどんどん小さくしていくと、あの物理的に光量を絞ってしまうんですよ。入ってくる光の量自体が少なくなってしまうので、写真がどんどん暗くなってしまうんですね。それと同じで、ブレを制御するシャッタースピード、こっちの方も長く開いていればそれだけ長い時間光を取り込むので明るくなるんですけど、一瞬しかパッと一瞬だけこうシャッターが開くっていう、そういう短い時間のシャッタースピードを設定した場合って、画面がどんどん暗くなってしまうんですよ。なので例えばここでボケを少なくして、そのブレも少なくしたいっていう、そういう2つの要望がある写真を撮ろうとするじゃないですか。するとめちゃくちゃ暗くなっちゃうんですよね、その写真が。なのでここで出てくるのが ISO です。この ISO というのが、電気的に明るさを無理やり引き上げる機能なんですね。なのでこの電気にどうしてもあのノイズって混じっちゃうんですよ。でコンデンサの品質とかにもよるんですけども、電気に混じるこのノイズが結果にも反映されてしまうっていうのが一つ問題点としてあって、この ISO というものを使って明るさをどんどん引き上げていくっていうことができます。ただこの ISO を使ってあの明るさを上げれば上げるほど、写真とか映像にノイズが乗っちゃうんですよ。汚い映像とか画質になっちゃうっていうことですね。これが問題点です。
なので、ここで一つの結論として言えるのは、 ISO が低ければ低いほど画質が美しくなるということですね。で、 ISO が高ければ高いほど明るくはなるんだけども、画質が死んでしまうと、そういう感じです。ここで一つまとめです。設定の効果、ボケ、絞りとシャッタースピードと ISO、 それぞれを大きくしたり小さくしたりすると何が起こるのかっていうのをここでまとめとしてお伝えしていきます。まず絞り、この絞りを値を小さくすると明るくなりボケる。これがちょっと勘違いしやすいんですけど、絞りって値を小さくすれば小さくするほどこの絞りがどんどん解放されていくんですよ。普通逆だと感じると思うんですよね。値を大きくすればなんかこう開き方が大きくなって解放されていくっていうイメージなんですけど、それ逆で、値を小さくするとこの開き方が大きくなっていくっていう、その逆のイメージなんですよね。で、値を大きくすると暗くなって、これがどん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 絞られていくので、ボケがなくなっていくっていう、そういう設定になっていきます。次にブレ、シャッタースピードなんですけども、値を大きくすると明るくなりブレやすくなる。これは開けている時間、シャッターを開けている時間が長くなるということなんですね。値を大きくするっていうのは。なので値を小さくすると、一瞬しか開かないっていうふうにすると取り込める光の量が少なくなりますので、暗くなって、そしてブレにくくなるっていう、そういう仕組みになってます。そして最後に ISO、 値を大きくすると明るくはなるんだけどもノイズが多くなってしまう。そして値を小さくすると暗くなってノイズが少なくなる。この ISO は小さければ小さいほどいいっていうのが一つの特徴になってます。はい、ここで一つの結論をお伝えしていきます。どれを変更しても明るさが変わるんですよね。カメラの難しいのってここなんですよ。さっき言ったようなボケとブレと画質って、どれをいじっても明るさが変わってしまうんですよね。それが難しいところで、例えばボケ、絞りを大きくしたら明るさ変わんないけどボケるよねっていう、そういうボケだけが変わってくれれば、多分このカメラが難しいなんて感じる人全然いないと思うんですけど、この明るさが一緒に変わってしまうっていうのがすごく難しいところで、それをさっき言った適正露出にする、ボケの大きさとかブレの大きさっていうのを自分の目的に合うように調整した時に、最終的に適正露出にするようにこの ISO でバランスを取るっていう、そういう設定の仕方をするといい感じの写真が撮れますよっていうことになります。それではですね、実際のカメラっていうものを触って設定するっていうふうにしてもいいんですけども、ウェブサービスを使って練習することができますので、それで練習してみてください。特にカメラ持ってない人はこれで練習できますので、ぜひともやってみてください。これですね、僕が初めてカメラを買ったのが2019年のお正月、元旦の日にカメラが届くようにしたんですよ。で、α7 III を購入しました、なかなかいい写真や動画を撮れそうですっていうのをツイートしたんですけども、それに対してですね、さっきちょっとご紹介したこのスクーピーさんが、絞りやシャッタースピードを徹底マスターしたいならオンライン一眼シミュレーターが便利だよっていうふうに僕にちょっと教えてくれたんですよ。このスクーピーさんという方ですね、僕が鹿児島出身なんですけども、鹿児島で映像屋さんされている方で、僕なんかよりも全然そのアフターエフェクツだとか撮影だとかの歴がもう全然長い、そのベテランの方なんですけども、この方に僕はカメラとか写真だとかっていうのをちょっと教えていただいたっていうこともあって、この α7 III を購入する前、僕が鹿児島にいた頃も撮影の現場行ってみないっていうことでちょっとお誘いを受けて、現場を見せていただいたりっていうことをしていただいて、僕を育てていただいたこともあるような本当にすごい方なんですけども、ものすごい優しい方なので、ぜひともツイッターフォローしていただけると多分喜んでいただけるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと謎の宣伝入ったんですけども、こんなのあるんですね、遊んでいます、ありがとうございますっていうふうに返事をした時に、この課題を出していただいたんですよ。ここで問題です。マニュアル設定で以下の写真、3つの写真に近しいように写真を撮ってみましょうっていう課題を出していただいたんですよ。課題ありがとうございます。で、F 値とシャッタースピードの関係性が分かればできそうな感じですねっていうことで、で、値を設定してみたんですけど、これやってますかっていうふうに聞いてみたら、免許改伝って返ってきて免許改伝になりましたっていうことがありましたので、皆さんもね、この課題、ちょっと最後の一つだけ違う課題を出したんですけども、この免許改伝できるようにちょっとやってみてください。はい、ではですね、こちらのカメラシミュレーターというのがあります。こちらですね、3つの課題、概要欄にこのカメラシミュレーターの URL とこの課題のリンク、課題の画像とは別に答えのリンクも入ってますので、そちらを見てこの設定値でいいのかなっていうのをちょっとやってみてもらえればと思います。それぞれどういった課題なのかを口頭で簡単に説明していきます。課題1、これは背景がボケている、そして風車はブレてない、そして適正露出であるっていうことですね。そして課題2は
背景がくっきりしていて、背景くっきりしてますよね。で、風車はブレている、大きくブレているけども適正露出であると。で、次課題3は背景がくっきりしていて風車はブレていない、そしてノイズがいっぱい乗ってますと、そういった課題になります。はい、それではこちらがカメラシミュレーターになります。こちらのですね、使い方を説明していきます。簡単に説明していくんですけども、このモードの部分を M マニュアルに設定してください。まずはこれが一番最初です。そして上の方のこの上の3つのつまみは使わなくていいです。触らないでください。で、その下にある ISO、 これさっき言った ISO 感度ですね。で、アパチャーっていうのが絞り、 F 値のことを指しています。ここに F って書いてあるので分かりやすいですね。これ今 F11 ですよっていうことですね。そしてシャッタースピード、これが今60分の1秒、これ秒ですね、単位は秒です。60分の1秒だけシャッターがガシャって開きますっていう、そういう感じの設定になっています。例えばこの状態でスナップフォト、写真を撮りますって言うと写真が撮れましたっていう感じです。これだとさっきの課題の中では、まあ、こうやって風車回っていているやつは背景ボケてなかったですよね。これ結構ボケちゃってるので、これを変えましょうっていう感じです。 Return to Viewfinder で、この状態でじゃあ例えばアパチャをめっちゃ下げましたみたいなことをした時に撮影すると、明るすぎるみたいなことが問題として起きるので、そういった時にじゃあ明るすぎたりするのどこで見ればいいのっていうと、これをこの下の方、ここ見れると思うんですけど、ここがこのど真ん中になるようにこれを設定すると適正露出になります。これがこうやって高いと明るくなっちゃうし、こうやって低いと暗くなっちゃうっていう、そういう感じなので、ここで適正露出を見ながら撮影してみてください。それでは課題を見ながらやってみてください。動画はここで5秒間止めますので、ぜひ自分の手を動かして課題が完成できるのかやってみてください。もしね、うまくできたらこの動画のコメント欄に免許改善しましたって一言言ってもらえると、多分僕もつくぴーさんも喜ぶと思うので、やってみてください。はい、それではレンズの種類と画角について説明していこうと思います。はい、まず説明するのはレンズの焦点距離という概念をお伝えしていこうと思います。はい、レンズの焦点距離による違いなんですけども、レンズがですね、例えば広角であればたくさん広い範囲を写すことができますし、望遠であれば狭い範囲を撮影することができます。これ全て同じ位置から撮影しています。レンズの焦点距離にはいろんな種類があって、その例えば 8mm、 数字が小さければ小さいほど広角になっていくんですよね。そして数字が大きければ大きいほど望遠になっていくという感じです。この中でも一つ覚えておいた方がいいのが、この 50mm という焦点距離ですね。これが標準の焦点距離と言われていて、標準域っていう言い方をします。これがですね、人の目に近い見た目になるというふうに言われています。例えばさっきのこの望遠の、まあ、これ 156mm の画角なんですけども、これってパッと見た感じ、人の目でこんな感じの背景とその圧縮効果って言ったりするんですけど、こういう感じにならないですよね。どっちかというとこの広角の方がまだ人の目で見た印象には近いんじゃないかなと思うんですけど、この人の目に一番近いと言われているのが標準域の 50mm っていうふうに言われています。はい、そして簡単に焦点距離ごとのおすすめの使用用途、僕の勝手な印象で言ってるんですけど、 24mm は風景撮影だとか建物をダイナミックに見せたいときに撮影する焦点距離だったりします。そして 35mm、 これはですね、一応広めの標準域っていうふうに言われたりします。使いやすくて無難に写真が撮れるので、結構失敗しにくい画角なんですよね。スマートフォンの画角っていうのはだいたい 27mm ぐらいって言われているので、この35と24の間ぐらいですね。なのでスマートフォンよりはちょっと狭めなんだけども、いい感じになるっていう、そういう使いやすい焦点距離がこの 35mm です。そして 50mm、 これが標準価格と言われていて、人間の目に近い印象を与えることができます。この 50mm というのが狭くも撮ったり広くも撮ったりっていうのが結構印象としてその自然なものになりやすいので、初心者の方はまずこの 50mm から入るっていうのがすごくいいですし、上級者になると 50mm に戻ってくるっていうふうにも言われたりします。なので 50mm に始まり 50mm に終わるっていうような、非常に基本中の基本となる、そして奥深いものがこの 50mm になってきますので、まずは 50mm で遊んでみるといいんじゃないかなと思います。そして 85mm、
これが 50mm に比べてちょっと切り取った感じがあって、ポートレートだとか物を撮影したりするのに最適な画角になっています。これ切り取り感があるってどういうことかっていうと、メッセージ性が強くなるんですよね。これを見せたいんだっていう、そういうメッセージ性の強いものになりがちなので、そういった意味で作品性が増すっていうことです。僕この 85mm の画角っていうのを非常にお勧めしていて、ぜひとも使ってもらいたいなっていうところですね。そして有名なのがこの 135mm っていうのも有名だったりします。これ 85mm よりもよりアーティスティックに見えるような焦点距離で、ポートレートとかでも使われたりするんですけども、よりアーティスティックに見せるときに使うっていうものだったりするんですけども、結構離れて使わないといけなかったりするので、すごくね、常用しづらい、使いづらい画角だったりします。ただそのこれって決めて撮るときには結構いいものを撮れたりすることもあるので、他の画角の方が多分優先だろうなとは思うんですけども、余裕がある人はこの 135mm に挑戦してもいいんじゃないかなと思います。そして 200mm とか 400mm とかもあるんですけど、ちょっと離れたこの 600mm っていうので、ちょっと極端なものをしたんですけども、例えばこれ離れたスポーツ選手を撮影したりだとか、その観客席からスポーツ選手を撮影したりだとか、あとは月を撮影したりするっていう時にこの 600mm っていうのを使うと、非常にズームしたっていう言い方は正しくないんですけど、望遠状態で撮影することができます。ちなみにこの 24mm から 600mm ってここに書いて、それぞれの印象をここに書いたんですけども、この数字っていうのはあくまでもフルサイズ換算の焦点距離っていうふうに知っておいてください。フルサイズの話に関してはちょっと長くなりすぎるので、この動画では取り扱わないんですけども、レンズを買ったりするときには必須の知識だったりするので、近いうちに動画を出しますので、チャンネル登録をして待っていていただければなと思います。動画出した後はこの動画の概要欄にもそのフルサイズ換算の話、これを掲載しておこうと思いますので、楽しみにしていてください。そして次、レンズの種類についてです。レンズは大きく分けて2種類しかありません。ズームレンズと単焦点レンズです。ズームレンズというのは、さっき説明したこの画角を変えたりすることができる、その同じ位置から同じレンズ1本使ってこの画角を変更できるのがこのズームレンズになります。焦点距離を変更できるということですね。頻繁かつスピーディーに画角を変更する必要がある現場、例えばブライダル の, その結婚式場で撮影したりするときって、頻繁にレンズを交換したりとか、そういう時間取れないですよね。その一度きりのチャンスを絶対に取らないといけない、そういうお仕事なので、そういった速射性の必要な、例えばブライダルだとかっていう現場で使われるのがこのズームレンズだったりします。ただこのズームレンズの弱点として、まあ、この後に紹介する単焦点レンズに比べて最低F値がちょっと高めだったりするので、ボケを優先する場合はこのズームレンズじゃなくて単焦点レンズがいいですよっていう、そういう感じです。そしてもう一つ、この単焦点レンズですね、焦点距離が固定のレンズ、例えば 24mm だったら 24mm、 50mm だったら 50mm のレンズっていう風にして、焦点距離が固定のレンズ、ズームができないってことですね。そういったちょっとまあ使いづらいレンズだったりします。ただそのじゃあ使いにくいレンズですけど、その使う理由があるのかっていうと、最低 F 値が低めなので明るくてボケを大きくできるっていうメリットがあります。これはですね、レンズ交換に時間をかけても大丈夫な、例えばスタジオでの撮影とか、品質を重視したものを撮影したり、人を撮影したり、モデルを撮影したり、服を撮影したり、そういった時に使われるのがこの単焦点レンズになります。もしくはこの明るさを求められる夜間の撮影ですね、夜暗いところの撮影っていうのに使われるのはこの単焦点レンズだったりします。品質重視っていうのはボケの大きさだけではなくて、写真とか映像としての歪みっていうのがレンズによって起こるんですけども、その歪みっていうのが単焦点レンズは少ないです。ズームレンズというのはまた今度どっかで解説しようと思うんですが、樽形収差とかそういったものが出てきて、ちょっと歪んだ写真になりやすい。ただパッと見て分かるかっていうと分かんなかったりするんですけどね。ただその厳密なことを言うと、ちょっと樽形収差っていうのが出てきてしまったりするので、例えばライトルームとかっていうそのソフトを使うと、その湾曲したものをその補正したりっていう機能は入っていたりするので、そんなに問題にならなかったりするんですけども、ただそういった歪みだとかの品質の面で変わってきたりもする部分だったりするので、品質重視の場合は使いにくいんだけども単焦点を使おうっていうのが一般論では言われる部分だったりしますね。はい、ではここまでのまとめです。ちゃんとしたカメラを使うとボケやブレの制御ができるし、画角を選択することができる、そういったものを使って作画意図を持って写真や映像を撮影することができる、まあ、例えば後ろをぼかしたいっていう作画意図だとか、ブレをなくしたい、ブレを作りたいっていう、そういった作画意図っていうことですね。
なのでカメラ本体の設定制御とレンズの画角を調整するっていうことで思い通りの写真が撮れるようになりますと。ここまででまずは思い通りの写真が撮れるっていうのがまず一つですね。この後にここちょっとおまけなんですけども、センスよく見える構図のお話というのをします。構図の力を借りるっていうことが結構写真を撮ったりだとか、動画を撮ったりする上で結構大事になってきます。ここまでの内容を理解していただいたら、構図を知るっていうことだけでもうすごくいい写真になりますので、ちょっと 2,3 分で終わるので、ちょっと最後まで見ていていただければなと思います。構図とは写真の中で物の配置をいい感じに見せる先人の経験則のことということなんですけども、経験則っていうのは、なぜかいい感じに見えるよねっていう、そういうことですね。学術的にまとめられてるっていうわけではないんですけども、そういった経験則をまとめて構図と言っています。で、構図って結構いろんな種類あるんですけども、とりあえず、覚えておいた方がいいのはこの三分割構図、これは絶対覚えてください。三分割構図を知ってるだけでだいぶ変わります。三分割構図はこれ絶対なんですけど、あとはシンメトリー構図とか日の丸構図が結構有名だったりするので、このあたり簡単に説明していきます。まずはトニラボでよく使っているのがこの三分割構図になります。三分割構図というのは縦三分割、横三分割っていう風にすると、このラインが2本ずつ引かれますよね。このラインに合わせて、例えば僕がいる位置っていうのは縦のこのラインにいますよね。このラインに沿って何かを配置する、この場合は僕っていうこの人間を配置するっていうことが大事ですし、そのもう一つ横の線の上の方ともクロスしているところにオブジェクトを配置する、例えば僕の目ですよね。目とか顔、顔の中の目を多分配置すると一番いいのがこの部分なんですけども、このクロスしているところに配置しましょうっていうふうにするといい感じに見えたりするんですよ。こう結構写真として映像として整ってる感じになりますよね。これが三分割法です。次にシンメトリー構図、これは縦もしくは横にラインを1本引いて左右対称になっているかどうかっていうのがこのシンメトリー構図になります。これ僕が鹿児島にいる時に撮影した写真なんですけども、とある大きな橋の下ですね、ここを撮影しました。はい、そして日の丸構図、ど真ん中に見せたいものを持ってくるっていう構図ですね。これは台湾に行った時の写真を一緒に行った人に撮ってもらったっていう感じなんですけども、この一緒に行った人もあの映像屋さんなので、また今度ちょっとご紹介したいなとは思っています。トニラボのね、映像屋さんを紹介するコーナーをちょっと作りたいなと個人的には思ってるんですけども、こういった感じで真ん中に強調したいものをバーンと持ってくる、日の丸構図ってあんまりいいものではないよねって言われたりするもので使われがちな言葉だったりするんですけども、日の丸構図を使うべきではないところで日の丸構図になってしまっていたりとかっていうのが多分良くない例だと思うんですけども、こういった堂々と見せたいものがあるときには日の丸構図って多分いいものだと思うんですよね。こういった構図っていろんな種類が本当にたくさんあるので、この動画ではこの3つの構図だけお伝えしておくんですけども、他にもたくさん構図ってありますので、ネットで調べていただければたくさん出てくるんじゃないかなと思います。では、ここまでの最後のまとめなんですけども、カメラ本体の制御設定と画角の選択と、そして構図、どういう風な配置にするのかっていう構図を作るっていうことをすると、ここまで考えて撮影すれば 100% いい感じに撮影することができます。はい、というわけでこれでカメラのお話を終わろうと思うんですけども、どうでしょう、皆さん理解できましたでしょうか。結構あのカメラ自体がちょっと複雑な機械だったりするので、難しかった、どうしても分かんないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、多分今回の動画以上に分かりやすく解説するって多分できないと思うので、もし理解したいっていうことであれば何度か見ていただいて理解していただくっていうことをしていただければなと思います。あとは動画を撮影する、やり方とかテクニックとか知っておかないといけないことっていうのもたくさんありますので、そういった動画も出していこうと思います。それだけではなくてね、今後もカメラに関する話、撮影した動画の加工の仕方、そういったものもどんどん出していこうと思っていますので、楽しみにしていてください。このチャンネルではアフターエフェクツやカメラの使い方、使えるテクニックなどの情報を配信しています。興味のある方はチャンネル登録をしておいてください。高評価ボタンを押していってもらえると動画を作る励みになりますので、ぜひとも押していってください。そして最後にお知らせです。私が代表を務めるスカイボックスでは映像・動画の制作を行っています。まるっと安心して任せられる制作チームです。あなたのご依頼お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。